今日の晩ご飯、今日は連休も頑張って仕事してるので自分たちへのご褒美で今日はお寿司を買いました。あと今日はタケノコの天ぷら、タケノコシリーズが続きます。あと今日はお母さんがかぼちゃ炊いてくれました。これ食べて頑張って働きます。いただきます。